文豪、ストレイドッグスは、朝霧カフカ、春川35による日本の漫画作品。ヤングエースより2013年1月号から連載中。公式略称は、文スト。太宰治、芥川龍之介、中島敦といった文豪がキャラクター化され、それぞれの文豪にちなむ作品やペンネームなどの名を冠した異能力を用いて戦うアクション漫画である。 主要な登場人物はほとんど全員が文豪と同じ名前と誕生日。各自の能力や人物設定も文豪自身のエピソードや作品にちなんだものが多い。この作品が生まれたきっかけについて原作者の朝霧は文豪がイケメン化して能力バトルしたら絵になるんじゃないかと編集と盛り上がったからと述べている。また、 舞台が横浜市になったことについては作画担当の春川が自分が横浜の出身であるからとのこと。全国書店員が選んだおすすめコミック2014で第11位。2021年4月時点で関連書籍のシリーズ累計発行部数は850万部を突破している。2014年4月1日より小説版の刊行が開始されている。 小説やサーリーサーリー2015年10月号から2016年1月号まで、概念小説、文豪ストレイドッグス概念、京国夏彦 VS、あやつじゆきとが連載された。ヤングエースアップでは、2015年12月22日から、スピンオフ漫画、文豪ストレイドッグス1、がか内猫の作画で連載。2017年2月19日に行われたイベントにて、 同作の舞台化と完全新作の劇場アニメーション作成が発表された。舞台は2017年12月より公演。劇場アニメーションは2018年3月3日に上映。2017年5月17日、公式サイトにて初のスマートフォンアプリの制作が発表され、ティザーサイトが公開され、2017年11月に配信された。 孤児院を追放され、横浜を放浪する少年、中島氏は、鶴見川で受水していた、太宰治を助ける。それをきっかけに氏は太宰が所属する、異能集団、武装探偵者が追う、一食い虎の捜索を手伝うことになり、太宰と共に、虎の出現を倉庫で待つことになる。その時、太宰は氏こそが、虎の正体だと告げる。実は氏は、無意識のうちに、 異能力、月下銃で虎に変身して徘徊しており、それゆえに、孤児院を追い出されていたのだ。厚氏は、自分の能力を制御できず、虎に変身して、太宰に襲いかかるが、太宰は、相手の能力を無効化する、異能力、人間失格を発動して、厚氏を沈静化させ、さらに厚氏が、武装探偵者に入社できる、よう尽力する。入社試験を経て、 武装探偵者に入社した、厚しだったが、なぜか海外の異能者団体から、莫大な検証金が厚しにかけられていた。横浜の港を縄張りにする、ポートマフィアの構成員、芥川龍之介はその検証金目当てに、厚しを必要に狙うが、部下の泉強化の裏切りもあって、厚しに逃げられてしまう。芥川が厚しの身柄を確保することに失敗した、ことを知った組合団長。 フランシス・スコット・ギー・フィッツ・ジェラルドは自ら横浜に乗り込み、アツシの身柄と願いを叶える本を手に入れるため、横浜を完全に廃墟とする計画を実行に移す。横浜を守るため、武装探偵者とポートマフィアは一時的に手を結び、アツシと芥川がフィッツ・ジェラルドに立ち向かう。圧倒的な戦闘能力を誇ったフィッツ・ジェラルドだったが、二人の攻撃でバランスを失い、 空中要塞白芸から落下して、行方不明となる。さらに、強化の捨て身の攻撃で、白芸も横浜の市街地から離れた海に落下する。その頃、市の家のネズミ頭目、ヒョードルドストエフスキーは、組合の資産を強奪すると同時に、武装探偵者、ポートマフィアを共に殲滅させるための計画を実行に、移し始めていた。彼の計画により、 武装探偵者とポートマフィアは全面抗争に突入する。抗争は夏目漱石によりもたらされた情報により死の家のネズミの異能者を逮捕し、さらにフィッツジェラルドの協力によりドストエフスキーを逮捕したことで集結した。その後、異能特務課に研究のため1ページだけ切り取られて保管されていた白紙の文学者の力により武装探偵者は犯罪組織、 天神五水に仕立て上げられる。突起がない限り、声の甲はアニメ版の声優、縁の甲は実写版の俳優を指す。ヤングエース2013年9月号に本作品の特別企画として小説家、綾辻つゆきとをキャラクター化したイラストが掲載された。能力は相手を偶然不運な死に落としに陥れるというもので、能力名は綾辻の作品にちなんだアナザー。 単行本三巻発売時には、京極夏彦がキャラクター化され、ポップなどとなり、全国の書店に提出されている。能力は相手に付き物を落とし、落ちた付き物に応じて、精神を病ませるもので、能力名は、京極の作品シリーズの、百鬼夜行シリーズの登場人物、中禅寺秋彦の職業にちなんだ、付き物落とし。キャラクター化されたあやと対決する漫画も、 公開された。コラボレーション企画第3弾として、ダン・ブラウンがキャラクター化された。能力は無意識に読まれる産業因子の解読により、33分後の未来を予測可能となる、インフェルノ。乙女パズルゲーム、ラブヘブンと2014年にコラボレーションイベントの開催が発表され、2014年9月10日。 メンテナンス終了後から2014年10月22日メンテナンス入り前の期間中に文豪ストレイドッグスのキャラクターがラブヘブンに登場する。コラボレーションイベントをクリアするとイベント限定キャラクター中島敦宮沢賢治が入手でき、太宰治、国北ドッポ、江戸川乱歩がコラボ限定召喚キャラクターとして登場する。年月には ラブヘブンとテレビアニメ版文豪ストレイドッグスのコラボレーションイベントが開催。2016年6月27日から7月21日にかけてはラブヘブンとテレビアニメ版文豪ストレイドッグスのコラボレーション第2弾が開催。2016年10月に18君とつながるパズルと文豪ストレイドッグスとのコラボが決定した。2017年1月に 夢色キャストとのコラボがニコニコ生放送にて発表された。このほか10カ所以上の文学館で関連した企画展が開催されている。2016年3月より角川文庫とテレビアニメ版文豪ストレイドッグスのコラボレーションで作中に登場するキャラクターがそのモデルとなった文豪が書いた小説のカバーに登場し2019年4月中旬までに16作が ラインナップ。文豪ストレイドッグスガイデン、あやつじゆきと VS、京極夏彦コミカライズを担当した、エイヤタエによる、コラボカバーの江戸川乱歩作品2作も2019年2月3月に登場。2015年8月にアニメ化が発表され、東京 MX 他にて、第1期が2016年4月から6月まで、第2期が同年10月から12月まで放送された。 第2期からは放送局にワウワウプライムが追加され、それに先駆け9月には第12話までを一挙に放送。第14話以降はアニメプレミア枠で他局よりも約1週間先行放送された。また、第2期の第13話から第16話までは小説、太宰治むと黒の時代を映像化した黒の時代編が放送された。 第3期は2018年7月21日に行われた劇場アニメの外線上映会内にて制作が発表され2019年4月から6月まで放送された劇場版の入場者特典である小説「太宰、昼夜、15歳」を映像化した15歳編からの放送となる関連メディアとして公述の劇場版のほか2017年8月に 原作単行本13還元定番付属の OVA として第25話一人歩むが映像化された。制作アニメ化の企画は原作第一巻が発売されたあたりから動き始めた。本作品のプロデューサーを務める倉金千秋の隣の席の社員にヤングエースの担当者から文豪ストレイドッグスが持ち込まれたことから企画が始まった。 当時男性向けライトノベルなどのアニメ化を担当していた倉兼が文豪ストレイドッグスのような作品も担当してみたいと言い続けていたことで担当することとなった。制作会社については異能力バトルならボンズ。ということからボンズに打診された。スタッフ主題価格はリスト放送局 c d b d DVD ウェブラジオ、文豪ストレイラジオのタイトルで、イズ泉より配信された。 2016年2月14日に、プレ放送、3月6日に、第0.5回、4月7日から2017年1月12日まで、各週木曜日に配信。パーソナリティは、上村優斗が務める。受賞歴、文豪ストレイドッグス1の、テレビアニメ化作品が2021年1月から3月まで、東京 MX 他にて放送された。 スタッフ主題価格アリスト放送局 BDDVD テレビアニメ第2期終了後の2017年2月19日に開催されたファンイベント名医、犬たちの宴それのににて完全新作の劇場アニメの制作が発表され2018年3月3日に文豪ストレイドッグスデッドアップルのタイトルで公開された全国74巻で上映された映画は 4デラックス含め170巻以上に拡大公開され、興行収入5億5000万円を上げた。アニメのファンイベント、名医、犬たちの宴それのに似て舞台化が発表された。通称、ブンステ。公演リストスタッフ、ビーストの実写化作品が公開予定。芥川龍之介役の橋本翔平と中島敦役の鳥越勇気は舞台からの継続となる。 以下の出展は、角川オフィシャルサイト内のページ、書誌情報の発売日の出展としている、文豪ストレイドッグス1に関するカテゴリ文豪ストレイドッグスデッドアップルに関するカテゴリありがとうございます。